ユースのことを書かれていて、すごくそこが自分もユース出身だったので親近感が湧くというか、サッカー漫画では一番今まで面白い漫画だったかなと思います。一番最初のセレクションのシーンとか、自分も長野からこのベルマーレにセレクションを受けに来たので、そういう次の、ドキドキとかドキドキ感というかワクワク感っていうのはすごく、似てるなっていうのもありましたし、どうしよう、やっぱ先ほど長野から湘南ユースに入って最初溶け込むのにどうですか、時間かかりました？なんかでも、最初はすごく緊張しましたし、自分からコミュニケーション取り行かなきゃっていう気持ちもあったんですけど、同い年の人もいたので、仲間がそうですね、すごく優しく自然体に接してくれたので、自分もすごく溶け込みやすかったというか、寮生活で先輩もいたりとか、同い年の人もいたので、すごくその環境が楽しかったというか、もうちょいホームシックになったりするのかなと思ってたんですけど、毎日が充実して本当に地元のことを忘れてサッカーできた環境にありましたね。高体連と試合するじゃないですか。自分もユースの時は高体連のチームと試合してたので、ユースと違ったサッカーをしてくるチームとしてなってるっていう部分も、ここもすごく本当に細かく描かれてるなっていうので、技術は多分全然こっちの方が上なんですけど、本当に監督の言うことをもう全部聞いて、監督がピッチのとこ横からすごい怒鳴ったりしてて、圧というか威圧感っていうのは、ユースにはない高体連のチームとしか、味わえないというか、素走りとかも本当にあんまりやったことないですし、精神面では圧倒的に高体連とかの方がすごいというか上なのかなっていうのは思いますね。一回栗林がトップチームからユースのところに戻って、で明日も多分ベンチ入ってて、で相手も多分最後まで腐らずに戦ってきてて、で栗林もそれの相手にリスペクトじゃないですけど、そういうシーンもあったと思うので、そこのシーンとかすごく面白いなというか、すごく印象に残ってますね。ユース生はメンタルが弱いみたいな、そういうことを言ってたので、自分もそんなにメンタル強くないので、そこは本当にそうだなっていう思わせるような描写というか描き方をしているので、そういう細かいところまで描いててすごく面白いなと思いました。監督の福田さんが、アシトがすごくいい動きとかいいパスを出した時に福田さんが笑ったりとか驚いたりする表情を見ると、こっちまで面白くなるというか嬉しさもありますね。あと阿久津でしたっけ、ディフェンスのが、最初はアシトのことをあんまり悲観的というかだったんですけど、だんだんサイドバックで同じポジション横並びの時に阿久津がアシトにプレーのことを教えるシーンとかはすごく嬉しくなったというか、栗林とか福田さんが外から多分見てて、ベンチからで、お互いの成長を感じ取っているシーンとかは笑っちゃいましたね。はい、実際田中選手今までやってきて、ああいう阿久津選手みたいな怖い先輩いました？いやー、俺の時はもう先輩全員優しかったんで